ピエール・フランソア・アラスネール、ピエール・フランソア・アラスネール、ピエール・フレンス・ワロッサネア、1803年12月20日から1836年1月9日は、フランスの犯罪者、詩人、リヨン出身。ピエール・フランソア・アラスネールは、父ジャンイコールバチストラスネールと、母、マルグリット・ガイアールの次男として、1803年12月20日リヨンに、生まれた。父は、 商人で、リヨン市内に店を構えていた。兄は、四歳年上のジャンイコール,ルイだった。ピエールが聡明で勤勉であったのに対し、ピエール曰く兄ジャンは愚鈍で怠惰で老費化であった。両親は兄を溺愛し、ピエールに対して冷淡であった。また、この差別的対応を、家を訪ねてくタグイい親や友人、知人たちにもさせようとした。 ピエールはそのことに陰鬱と憎しみを抱いており、特に母親への愛情に飢えていた。両親は、ピエールが10歳にも満たないうちから彼を、リオンの中等学校の寄宿舎に入れた。その後、ピエールはすぐに、サンシャモンの中等学校に移り、1816年にの、神学校に入学し、翌年に、リオンの中等学校の寄宿生に戻った。いずれの学校でも、 雰囲気を陰気に感じて、これに馴染めず、孤独を好み読書にふけった。この頃、好んだのは文学と歴史であった。当時の、いわゆるロマン主義文学の作家に関心を示さず、古典的な作品をよく読んだ。やがて彼の関心は、文学から歴史書に移行した。理由は、事実に基づく教訓と、そこから得られる人間性への理解を求めたためである。これに対し、 ボルテール、18世紀の啓蒙哲学書、例えば、エルベシュース、リドロなどの著作を全く読まなかった。なぜなら、私自身が作り上げる体系であり、哲学者たちの著作の中に見出すであろう、無数の理論から得た結果ではないような体系を想像したいと願っていたためである。ピエールは、中等学校で優等賞を何度も受賞した。一方で、 今後の人生でずっと抱き続ける、権威や制度に対して、異議を申し立てる精神をこの頃から持っていた。リオンでは寄宿生たちを組織して、暴動を引き起こし、それが直接の原因となって寄宿者から追放された。学校を出た後から犯罪に手を染めるまで、ピエールは様々な仕事については、長続きせずに次の仕事を探すということを繰り返した。 両親との関係は険悪であったため、家業を継ぐことはなかった。木の織物製造業の見習いをしたり、大ニ人や交渉人の事務所で働いたりしたが、どちらもすぐに辞めた。リオンを離れて、放浪生活をした後、二十三歳の時に志願して、軍隊に入隊した。しかし、上官たちの卑しさに辟易きし、ほどなくして脱走した。1829年春、ピエールは、 パリで職を探した。しかし、見つからず、また、新聞に記事を送ったが採用されなかった。所持金は底をつき、ピエールは飢え死にする寸前のところまで追い込まれた。回想録によると、ピエールはこの時から意図的な泥棒と殺人者となった。ピエールは、社会に対して、悪を抱いていた。家族、学校、長続きしなかった、様々な職業。 働く意思があるのに、働き口が見つからなかった、給食期間といった、あらゆる場所で彼は不正と偽善を感じいた。自分を、この不正と偽善の犠牲者であり、社会から常に迫害される受難者であると捉えていた。この受難に対して、自分は、あらゆる手段を用いて報復する権利があるはずだと、信じていた。また、彼は、社会の根本的な革命を志していた。 社会主義や共産主義に共感することができなかった。1830年代当時、共和派は、社会的自由や、平等や、博愛の理想を掲げて、パリやリヨンで放棄し、勢力を拡大していた。しかし、ピエールは、彼らの革命は一部の作望家だけを利することになり、人々の幸福の実現に何ら有効性を持たないと、考えていた。こうして、社会基盤と、 特権的階級である金持ち連中に対する抗議を行うため社会の最悪となることを決意した。彼がまずしたことは彼の抗議を実行するため協力者を得て犯罪集団を組織することだった。協力者を探すにあたりフランソワ・ビドックのビドック回想録を読み犯罪の協力者は犯罪者の中から選ぶことが適当であると考えた。この書物で 職業的犯罪者集団の組織性や掟きについて、おおよそのイメージをつかみ、また、監獄の中で、犯罪者と触れ合って、彼らの収束や隠語を熟知しようとした。そのためにピエールは、菓子車屋で借りた一台の馬車を、露見するようにわざと売り払った。望み通り彼は逮捕され、一年間の懲役を、宣告されて、ポワシー監獄に収監された。この懲役期間に彼は、 犯罪者の手口と因号を習得し、また、後に、腹心の手下となる、アブリル、シャルドン、バトンと知り合った。かくして、窃盗、詐欺、手形偽造、殺人などの犯罪を重ねることになった。ピエールは、手形偽造の容疑で、ボーヌで逮捕された。この時、ジャコブレビという偽名を使っていたが、パリ警視庁治安局の主任警部であったにより、以前、強盗殺人と、 殺人未遂を犯したピエールであると看破された。1845年3月にピエールの身柄はパリのコンシェルジュリー監獄に移された。そこでカンゲールと彼の上司にあたるアラール治安局長による尋問を受けた。ピエールは初め無罪を主張していたが、共に逮捕されたイポリット・フランソワとピエールイコール、ビクター・アブリル彼を密告したことから、 それまでに犯した犯罪を自白した。1835年11月12日、ピエールは二人の共犯者フランソワとアブリルと共に、セーヌ県重罪裁判所に出廷した。14日までの3日間、検察が挙げた30項目の罪状について裁判が行われた。この裁判は、重罪裁判所の裁判を傍聴しに来る常連たちの記憶にある限り、 最も素晴らしい見せ物と当時の新聞が書き立てたほど世間から注目された。これは彼の犯罪ゆえではなく法廷での発言や態度ゆえである。傍聴者をまず驚かせたのはピエールの容姿であった。フランソワとアブリルの容姿がそうで野蛮な男の、それであり重罪裁判所に出廷するのがいかにも似合っていたのに対して、 ピエールの身だしなみは洗練されたブルジョアのものであった。ビロードの襟飾りのついたフロックコートをまとい、当時流行していた小さな口ひげを蓄えていた。その印象は優しく知的でダンディーな青年のものであった。彼の弁論は傍聴者をさらに驚かせ魅了した。それまで犯した犯罪について事細かに、かつシニカルに語ったが、これは 自身を密告した共犯者に対する復讐心のためであった。二人の共犯性を必要に主張し、裁判長から最後の発言を許された時も、自分と共犯者の死刑を一時間にわたり要求した。この発言態度は、被告席に立つ一般的な犯罪者のものと一線を画していた。まず、ピエールには残悔も、上場借料を勝ち取ろうとする試みもなく、 むしろ自身の判決には無関心であったようだ。裏切り者の死を要求するために自身の死刑すら望んだ。次に、司法に対して挑発的で傲慢な態度をとっていた。被告席で新聞を読んだり、眠ったり、交渉したりしたこともあった。1835年11月15日、ピエールは死刑を宣告された。裁判から死刑に至るまでの二ヶ月間、ピエールは 世間の字幕を集めた。新聞は、連日、ピエールの話題を報道し、また、彼も新聞に、歌や詩を投稿した。ジャーナリストや、一般の人々だけでなく、パリの上流社会の新士宿女たちまでもが、彼に会いに、独房の前へと列をなした。それに対してピエールは、左飾りのついたシャツを着て、パイプを口にしながら、まるでサロンに招くように訪問者を迎えた。 哲学や文学など様々な話題で議論した。当時のパリ市民たちにとってピエールは犯罪を示すあらゆる指標に対立した存在であった。第一にピエールの体には犯罪者に共通すると考えられていた特徴がなかった。当時ヨハン・カスパー・ラバーターの感想学やフランツ・ヨゼフ・ガルの骨相学が流行しており犯罪者の表情や頭骨には 犯罪や悪徳の傾向を指し示す記号が存在すると一般的に考えられていた。第二にピエールの出身階級と教養は犯罪と強く結びつけて考えられていた貧困と無縁であった。19世紀前半のヨーロッパ社会において貧困、とりわけ都市に住む民衆の貧困が犯罪への誘引であるとされていた。貧しい労働者や放浪者や 仮想民が犯罪者の予備軍とされていたのである。ピエールにおいてはむしろ、その出自も教育もブルジョアのそれであった。にもかかわらず、ブルジョア社会を否定したことは、社会的に大きなスキャンダルであった。1836年1月8日夜10時に、所長は寝ていたピエールを起こし、死刑を執行するために、微セートル監獄へ移送することを伝えた。彼はいよいよだな。 早く終わってしまう方がいいと呟き、執筆中だった、回想録に数行を付け加えた後、独房を出発した。翌9日、8時45分に、サンジャック・シモンに二人の死刑囚は到着した。馬車から素早く降り立ったピエールは、カンデール警部に上品に会釈して、挨拶の言葉を述べた。カンデールの回想録によると、ピエールは、ギロチンの葉を二度見した後、俺は、怖くないぞ。 操作、怖くないぞと呟いた。しっかりした足取りで死刑台の階段を上った後、ギロチンで処刑された。ラスネールの存在は、ロマン主義的な同時代の人々に大きな衝撃を与えた。バルザック、スタンダール、ユゴー、デュマ、シューの作品や日記、書簡で、彼の名前はしばしば言及された。ロマン主義派のテオフィル・ゴーティエの代表作、シッポーラ伝集・ラ・デンシュ 1852には、ラスネールと題された詩編が存在する。この詩は、ゴーティエが、ラスネールのミイラ化した手を目にした後で草だとされる。この手は、どういう経緯か友人、マクシムリュカンが所有していた。詩、ラスネールの中で、真の殺人者であり、偽りの詩人であった、ラスネールは、老公のマンフレッドだったと評価している。マンフレッドは、 イギリスのロマン主義作家はロンの劇史、マンフレッド1817の主人公である。ラスネール事件から4年後、1839年7月15日、ロマン主義派のフロベールは、ラスネールを一種の哲学者として称賛した。彼なりの哲学、奇妙で、深淵で、苦渋に満ちた哲学を実践したのだ。哀れに干からび、祝助ぶった、あの道徳に、ラスネールは、 なんという、お説教を垂れたことだろう。18歳の時に、友人エルネスト・シュバリエに宛てた手紙の中のことであった。アンドレ・ブルトンの、黒いユーモア選手、1940、にラスネールの詩、ある死刑囚の夢が紹介されている。マルセル・カルネの代表作映画、天上桟敷の人々、1945、では、三人の主要人物、た二人は、 俳優フレデリック・クルメートルとパントマイム役者ガスパール、ドビュローである。いずれも、史実の人物の一人に抜擢されている。脚本を担当したジャック・プレベールは、ラスネールの回想録に基づいて、彼のエピソードのいくつかを忠実に再現した。マルセル・エランが演じた。アルベール・カミューの哲学エッセイ、反抗的人間の第二章、刑事上学的反抗の、 ダンディの反抗というセクションにラスネールが言及されている。ここで言うダンディの反抗とは、端的に言って、19世紀当時のロマン主義の反抗のことである。カミューによれば、ロマン主義運動の根幹は、当時の倫理や神の方への意義申し立てであった。社会が不正に満ちていると絶えず主張することであった。ここで、ダンディとは、ロマン主義的反抗の美学である。神は、 ラスネールとボードレールをロマン主義的ダンディズムの代表とみなた。フランシス・ジロー監督により映画1990が公開された。ピエール役をダニエル・オートゥユーが演じた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。